この動画仮に伸びたらもう1週間玩具系 YouTuber やりますよ。あの先週ピンクの特撮を出したじゃないですか。どうした？再生数が良かったら何か公約をしましたよね。言った、皆さんに約束通り2本続けてレビュー投稿イエーイ決定はい、皆さんこんばんは。おもちゃ大好き玩具系 YouTuber マダンです。はい、ということで本日紹介させていただくグッズはこちらです。ラブパトウィング、いや非常に可愛いですね。ピンクとこうパープルがあって彩りがすごくいい感じですね。もしかしたら僕はこの作品のことよく分かってないんですけれども、新しい仮面ライダー、仮面ライダーリバイスの配色に似てるんで、もしかしたら仮面ライダーリバイスの変身道具なのかなとも思うんですけれども、どうなんですか大輔くん。全然違います。全然違う。そうです、ラブパトカード6枚付きと書いてあるんで、カードでもしかしたら変身する仮面ライダーなのかもしれませんね。じゃあ仮面ライダーいや仮面ライダーかもしれません。まだ仮面ライダーの可能性があるんですよね、井上さんから見たら。僕はまだこれ出てるところが、これバンダイさんですか。あ、違いますね。タカラトミーさんなんで、はい、仮面ライダーではありませんね。ということで、裏面も見ていきましょうか。あ、裏面に結構いろんな説明書いてありますね。ラブパトウィングを開けるんですね。で、今日のラブ逮捕は、ラブ逮捕カードセット。なるほど。ラブ逮捕というなんか、ものがあるんですね。なんかちょっとこう、少しセクシーな感じしますね。ラブ逮捕って。わからないんですけれども。ラブゼロを倒そう。あ、もしかしたらショッカーみたいな存在がこのラブゼロなのかもしれませんね。愛を奪うラブな着物よ、ラブでパパッと逮捕します。うん、いい感じですね。いいキャッチフレーズですね。はい、それでは開けていきたいと思います。ちなみに皆さん、ちょっとだけ補足させていただきますと、はい、この、ラブパトリーグなんですけども、はい、もともとポリス戦士ラブパトリーナというタイトルの。なるほど、ポリス戦士ラブパトリーナという番組があるんですね。そうです、そういう番組。それの中の、ヒーローたちがこのラブパトリーナというものなんですね。でも実際に東京テレ東、はい、テレ東系列で放送されている特撮ドラマとなる、はい、なるほど、これ特撮ドラマなんですね。そうなんです。あー、なるほど、特撮ドラマつながりで。へえ、じゃあ見ていきましょうか。あー、なるほど。ポケモンカードのオリパみたいな感じで入ってますね。はい、よいしょ。はい、じゃあまず1個目。うわ、すごいかっこいいレアカードみたいな感じですね。はい、これ鍵盤ですか。これもしかしたら、いや、これなんかディケイドについてたんで、もしかしたらディケイドの変身ベルトみたいに、この黒いこれをスキャンして音が出るのかもしれないですね、こっちで。うん、ラブパトプリティ、ラブパトピース、こんな感じですか。うん、はい、続いてラブパトプリティ、あ、この多分変身、あー、ラブパトドリーミー、ドリーミー、あ、ドリーミーですね。こっちやっぱプリティで、こっちドリーミーですね。きっと撮影の時にこれプリティー目でお願いしますって言われて、こうプリティー目でこう撮って、次ドリーミーな感じでって言って、こうドリーミーな感じになってるんですね、この表情が。表情の違いがいいですね。あ、ラブパトハッピー、やっぱハッピーな感じの、表情されてますね。可愛いですね。はい。ラブパトピースもそのまんまですね、これピースしてるんで。やっぱりもうピース、ラブパトがピースしてるからラブパトピースなんですね。紙質は結構、ですね、うん。まあ、割と厚めで硬めで、悪くない感じですね。ただこの水には弱そうですね。なんかディケイドのカードって結構水に結構強い感じの加工がされてたんですけど、これはねちょっとね水に弱そうなんで、非常に大事にした方がいいと思います。これもすぐにスリーブに入れたりとかした方がいいかもしれないですね、もしかしたら。じゃあこちらの感じのメインのものを見ていきましょうか。でこれ電池はついてないから、電池はちゃんとつけなきゃいけないんですね。エアコンのリモコンから取ってきた電池で、ね、はい、エアコンのリモコンから取ってきた電池をはめさせていただきます。さあ動くのでしょうか。
今日のラブ逮捕は、お、ラブ逮捕カードをセットするべく。なるほどなるほどなるほど。まだこの状態では使えない状態ですね。カードのないディケイドのディケイドライバーと一緒です。カード、はい、すいません、セットします。じゃあセットさせていただきます。どうですか、読み取れない。ちょっとすいません、すいません。はい、今日のラブ逮捕こちらです。お、今日のラブ逮捕はこれ、ラブバトプリティカードセットインラブバト。おお、ハートボタンを押して攻撃らしいです。ハートボタンを押して攻撃します。お、なんだ、ラブ逮捕完了。あー、これでラブ逮捕ができたわけですね。まあ、非常にこうなんていうか、はい、もう欲しがられてますよ、ラブパトリーヌは。セットしろって次のやつ。はい、はい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 。すいません。すいません。もう一枚セットさせていただきます。もう一枚セットしまーす。はい。あ、おお。なるほど。こう。うん。こう開きました。開きました。で、もうカードを変えていきます。今日のラブ逮捕は、こちら、ラブパトピース。今日のラブ逮捕は、これ、ラブパトピースカードセットイン。すごい、ちゃんとピースになってる。はい、ハートボタン押します。攻撃します。いきます。プシュー、カシン。ラブ逮捕完了。すごい楽しいですね。なんていうか、一回一回が長いですし、すごく、セリフもクリアに聞こえるし、もう一度、はい。ラブ逮捕完了。はい。もう一度、もう一度次のカードをもう入れなきゃいけないのか。なるほど。じゃあ続いてこれ入れます。はい。ラブパトドリーミー。どう？このカードは使えない。使えます。まあこの一つの変身グッズあったら、まあかなり遊べるんじゃないかなと思いますね。じゃあなんか、普通に、かなりクオリティの高いおもちゃすぎて、これなんか、仮面ライダーの変身ベルトも結構ここまで遊べるっていうのはなかなかない。すごい言うな。これなんていうかね、仮面ライダーの女性仮面ライダーとかがね、こんな感じでね、変身してももしかしたらありなんじゃないかなと思いました。じゃ最後やっぱり締めはラブパトタイムじゃないですか、やっぱり。めっちゃこっち見てくる。おい、おいおいおい、おいおい、いたな。ラブ、私はラブパトウィング。貴様は道にある小石を別の場所にして、下にいるダンゴムシの住処を奪った疑いがある。そんなお前にはこのラブパト戦士が退治してくれる。 A モード、行くぜ。今日はラブパトピース。
このラブパトピースで君は何を何かしなきゃピースがしたくなってしまう。さあ道にいた住処をなくしたダンゴムシにそのピースをしながら謝りたまえ。ハートボタンを押して最終奥義。ごめんなさい。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。